皆さんは男の子と女の子どちらですか？ちなみに僕は男の子かもしれません。よお前らテルトだということで、今回なんですけど、今回はですね、なんと男の子対女の子っていうロブロックスをやっていこうと思います。ちなみに男の子か女の子の子は高評価チャンネル登録していってね。さあということでね、みんなどういうことかというと、今ですね、この青の男の子のお城があります。そしてあっちにピンクの女の子専用のお城があります。今回はね、このね、お城を巡って女の子と戦いをしていこうと思います。まあ、女の子と戦うのはちょっと不本意ではあるけど、やっていきましょう。お、なんかここにボートが出せるやつがあるね。こんにちは。お、なんか誰か乗ってくれてる。レッツゴー、行くぞー。やばい、待って、みんな30対60で女の子に負けてる我々。これはね、頑張りたいね、ちょっとね。そして見てください、こんな感じで回復とスナイパーと剣がね、使えるみたいだね、どうやら。やばい、めっちゃ撃たれてる。一回こっち行くか。やばいやばい、めっちゃ撃たれてる、めっちゃ撃たれてる、やめろ。よし、こっちから一回隠れていこう。よし、ナイス、上の人やったぞ。あ、なんか車で行ってるぞ、この子。どんどんお城を攻めていくぞ。なんか上にもいるな、スナイパー。よし、ナイス、やったぞ。このままね、どんどん攻めていこうと思います。そこにも銃持ってる子がいるね。よし、ヘッドショット。このゲームちょっと残酷だな。うん。来てる。はい。よし、ナイス。待って、後ろになんかいるんですけど。よし、やった。待って、このゲームさ、思ったよりもちょっと残酷だし、後ろからやれました。はい。ははは。ちくしょう。さあ、みんな今、ポイント的にはね、負けてます。なんと、女の子がね、めちゃくちゃ強いです。195対255で負けています。待って、みんな、車も乗れるから、車で行こうと思います。レッツゴー。あ、あそこにピンクの女の子、ぴょんぴょんしてますね。あれは倒すしかないと。なんか、ナイフも強いんだけど、やっぱ銃が圧倒的強い気がする。よーし、車でたどり着いたぞ、こんにちは。どこら、セット。いるね、そこ。はい、撃っていく。はい。はい、ナイス。やばい、後ろにいる。くれ。はっはっはっは。はっはっはっは。ナイス。よーし、どんどん倒すぞ。待って、僕、ちょっと上手くない？よーし、倒していく。もう一人来てるので、倒していきますよ、と。やばい、強いぞ。よし、ナイス。そして、ここに、車で引き殺そうとしてきてる。やばい、めっちゃスピンしてる、この子。はっはっは。どんどん行くぞー。やばい、ここ女の子集団めっちゃいるんですけど。なんかさ、女の子の軍団なのにさ、なんか男の子混じってない、この人。なんか混じってるね、さっきから。なんか僕、スナイパーにどこかから狙われてるぞ。あそこだ、いた。はい、一発。はい、二発。はい、一発。よーし、ダブルキル、トリプルキル。あそこにいるね。はい。上の人もどんどん勝っちゃうぞ。やばいやばいやばい。一生無双できるんだけど。よし、どんどん敵陣攻めてみるか。はい。わあ、落ちた。待って、みんな、女の子チームが負けそうなので、助けに行こうと思います。もうね、やっぱね、女の子をね、銃で撃つのは良くないと。モテるつ選手。助けに行こうと思います。やっぱり僕と言ったらピンクだからね。待って、みんな周り見たらさ、マジで女の子しかいない。それはそうなんだけど。さあ、女の子を守っていくぞ。今度はね、男の子をね、キルしていきたいと思います。はい、ナイス。あっちの奥にいっぱいいるね。こんにちは。テルト君ですよ、と。はい、ナイス。うわー、なんかすごい、この人の車荒ぶってる。はい、ナイス。よーし、ダブルキル、ナイス。はっはっはっは。無双していくぞ、僕は。どっかから狙われてるな。後ろに湧いてる。
よし。はい、ナイス。待って。女の子チーム逆転してきたぞ。勝てるのでは、これは。よし、男の子のお城をね、どんどん攻めていこうと思います。逆にこれ男の子のお城までも登ってきちゃったぞ、僕。はっはっは。後ろからこんにちは。よし、ナイス。おー、すごい。みんな攻めてる、攻めてる。待って、これ逆にさ、敵の男の子いなくない？逆にどこ行った？待って、逆に男の子いないんだけど。あ、いたいた。へいよー。ナイスー。これもしかしたらだけど、逆に自陣、攻められてるかもしれないね。めっちゃキルされてる。やばい。男の子どこにいるんだ？やっぱりそうだ。自陣が男の子に占領されていた。いた。こんにちは。ナイス。引いてて草。はい。はい、もう一丁。はい、ナイス。くらえ、剣で倒すぞ、ほら。は、は、は、は。よーし。当ててゆく。またあと4分か。あと4分で頑張って逆転しないといけないね、これは。ここ男の子大量にいる。よし、ナイス。は、は、は、は。倒しちゃうぞ。上にいるね。はい、打ってゆく。はい。よし、ナイス。はい。ヘッドショット一発。もうなんか今度逆に、男の子がかわいそうになってきたんだけどさ。逆にね。はい。よーし。もうなんかうちのチームの女の子めっちゃ強くない？こんにちは。え、なんかいる。切っちゃおう。シャキーン。よし、男の子チームをさらに攻めていくことにしました、僕たちは。よーし。お、降りてきてるね。こんにちは。だって本当にうちのチームの女の子強すぎて笑うんだけど。やば、あそこに誰かいるぞ。隠れてる。こんにちは。はい。ナイス。上から狙う作戦もあるのか。ちょ、ここ見張っとこう。上から撃っちゃうぞ。はい。やっていく。はい。よし、どんどんやるぞ。よーし、ナイス！ということで、1770対1515で勝ったんですけど、僕は3位だったし、1位にとんでもない人がいました。はい。そしてみんなね、どうやらね、なんか課金のアイテムがあるね、ここに。これはさすがに買うしかないので、フライングカーペットとロケットランチャーを買っていこうと思います。ちなみに買ったんだけど、出てこないんですけど、なんで？これもしかして僕騙された？最悪なんだけど！もうね、この怒りをね、男の子のチームにぶつけていこうと思います。もう僕は完全にブチ切れました。はい、ヘッドショット一発。よし、どんどん攻めていくぞ。これどうしたらもらえるんだろう、さっきのアイテム。ちょうだい。これ上に男の子溜まってそうだな、ちょっと。は、は、は、は。うわ、危ねえ！来てた！ナイス！こんなに近いとこに来てたんだ。はい、切っていく。いいよいいよ。男の子どんどん登ってきてるね。なんか上に誰かいる。待って、我々のチームの女の子強すぎない？ちょっと。ガチ強いんだけど。あ、なんか気球に乗れた、みんな。これすごくない？ちょっと。ここで降りて。男の子のチームの最上階に隠れまして、上からね、撃っていきますよ、と。これ最強すぎるかもしんない、みんな。やばい。いるね、僕気づかれてないよ、これ。はい。はい。やばい、一生無双してるんだけど。バレてないからさ。上から撃てばいいんだ、これ。はい。ここにいるぞ、僕は。僕はここだぞ。隠れてるぞ。屋根裏のテレト選手。お、いるね、ここに。男の子がリスポーン地点に隠れてる。はい。なんか気球に乗ってるぞ、あの子。くるくる回ってる。くらえ。よし、ナイス。あ、間違えて落ちちゃった。だけど落ちても大丈夫ですよ、と。わー、負けたー。でも初です。はい。初めて死にました。
さあ、そしてみんななんと見てください、ここ。ロケットランチャーと、レインボーカーペットがなんか帰ってきてるんだけど、僕。嬉しいね、これは。そして男の子のとこに帰ってきたということで、早速、このアイテムを使って、そしてロケットランチャーを使って倒していこうと思います。こんにちは。はい。待って、これ強すぎん、ちょっと。はい。これでスナイパー一発当てていきますよ、と。いるね、女の子。はい。あ、でもロケットランチャー一発じゃないんだ。そしてさっきから気になったんだけどさ、この核兵器っていうボタン何なんだろう。ポチッとな。なんか起きてるぞ。なんだ？なんだこれは。皆さん、なんと今の一瞬でオールキルして285対105になってしまいました。やっぱり課金しか勝たんね。よし、みんな、僕は裏を取ってしまったので勝っていこうと思います。くれ、よし、ナイス。はい。ロケットランチャー最強か。はっはっは。僕は一生無双していくぞ。待って、みんな、気球が一瞬で壊れてったんだけど。強すぎない？スナイパーがいる、ここに。こんにちは。突撃ナイフマンです。こんにちは。そして、またレインボーカーペットで逃げて、はいはいはい。後ろに立ち回って急に倒されました。はい。調子に乗りました。さあ、みんな、もう一回やり返しに行くぞ。はい、ナイス。やっていく。よし、ダブルキル。そして、またもや裏に回って、ここにいる子を、チュクチュン！ナイス！ここにもいるね、スナイパー選手が。こんにちは。はい。よし、ナイスナイス。ロケットランチャー、ナイス。はい、さらに、ロケットランチャー。待って、みんな、これ課金アイテムちょっと強すぎるわ。さすがに。よーし。来るがよい、そこの二人。はい、ナイス。よーし。待って、これさ、カーペット強すぎない？ちょっとこのレインボーカーペット。さすがに最強すぎると思うんだけど、本当に。ここに女の子の集団がいる！逃げろ！ここにめっちゃいるね。よし、ナイス、ダブルキル。はい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 。一生キルしてるぞ。やばい、ここリスポーン地点だ。やられる。くらえ。くらえ。くらえ、くらえ。はい、ということで皆さん、さすがに圧勝すぎて、1755対615になってしまいました。そして、やられた！強！女の子は怒らせてはいけないことが判明しました。はい、ということでね、みんな、今回のゲームどうだったかな？男の子 VS 女の子っていうゲームだったんだけど、いやね、女の子はやっぱり怒らせてはいけません。はい。女の子は怒らせたら良くないのでね、男子の諸君は怒らせないように気をつけましょう。はい、ということで、この動画が面白いなと思った子はぜひ、チャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあな。